やあアーノルド何を持ってるんだいアホだからメントスでも探してるんじゃないだろうね今回は水の代わりにコーラを飲むというチャレンジだものすごいドヤ顔が気に障るけどもおっとアーノルド危ない爆撃だコーラの缶1本には小さじ10杯分の砂糖が含まれている1日に摂取していい量を一度に取ることになるんだ そんなにたくさんの砂糖を一度に摂取したら吐き気を催しそうだけど実際にはリン酸が味を緩和して問題なく飲めてしまう君の脳を騙すのは簡単だだけど体をごまかすのは難しいぞ肝臓はこのひどい行為から逃れるために砂糖を脂肪に変えるアーノルドの寿命は体重が1 0キロ増えることに2.5年縮む1 0 0キロで25年も寿命が縮まるぞ それに糖尿病、高血圧、コレステロール値の上昇の副作用で高い確率で若く美しく死ねるだろう。砂糖は骨や歯からカルシウムを奪いリン酸はそれを加速させる。これで君の骨はちょっとした表紙でもポキッと。 最後の一押しは単なる炭酸水をジューシーなハンバーガーやフライドポテトと相性抜群の最高の飲み物に変えてしまう保存量によって引き起こされる肺がんや肝臓がんだそうそう選ぶならトイレに近い席がおすすめコーラに含まれるカフェインには利尿作用があるからねアーノルド早く行列ができてるぞ ビデオが気に入ったら高評価と友達への共有、チャンネル登録をお忘れなく、引き続きアーノルドとの実験の日々をお楽しみください。